路地を入ったところにあるんです、僕のおすすめのお店が。ここさ、住んでる人でもなかなか来ないよね。うん、狭いね。あ、でも通り抜ければ、そう、なんか市場になってて。あ、なるほど。そうそう、だから結構地元の人が野菜とかを買いに来るエリア。うん、なんか夜市とはまたちょっと違う。卵かな。ちなみに結構ね、どこも美味しいんだけど、やっぱね、ダントツで美味しいのがあそこなんですよ、ラーメン大王。あ、ここ牛肉ラーメン大王のジャージャー麺がめちゃくちゃうまい。が全部美味しい。ここです。あれ、甘い。すげー。多分ショーで足りると思うよ。あ、そんなでかい。結構ある。多分ショー。ジャージャー麺です。イエーイ。これでショーだからね。两个牛不辣，一个阳春，一个小杂。じゃあ麺いただきます。はい、これ切る。うまっ。ニンニクが効いてるそぼろの麺、ジャージャー麺なんですけど、日本のジャージャー麺とは違うよね。日本よりちょっと甘いかな。甘くてニンニクがすごい、ニンニクの量がすごいので、うん、お昼ご飯に食べるのはちょっとどうかなって夜ご飯にはいいかもね。麺も太いからお腹にもかかるし、うどんみたい。うん、うどんだ。美味しいです。しかもこれで65元、200円弱。あと牛肉スープが美味しい。見えるかな。いただきます。あったまるね。うん、美味しい。ぜひよかったら台北駅の裏の三越の近くにあるので歩いてみて来てください。下に住所貼っときます。それでは。